夜空に瞬く星々を、疲れを癒す人々の瞳に例えた詩人がいる。都会では多くの人がいつまでも眠らない。だから星のきらめきは街を離れるほどに増えていくのだと。今日一日、あなたは誰とどんな言葉を交わしただろうか。朝、恋人からのモーニングコールに幸せをかみしめた人、混み合う電車で年老いた男性に席を譲り丁寧な礼を言われた人、同僚と出かけた食堂でたまにはと頼んだカツカレー、互いにメタボ気味の体をひととき忘れ背徳の味を楽しみ合ったり、職場での失敗を友人にこぼしたらネックレスを褒められて落ち込みが消えてしまったり、どれほどささやかでも心地よい言葉の往復があれば何よりだ。もちろん嫌なことばかりで終わる一日だってある。そんな時は記憶の底に眠る映像を呼び覚まし心を和ませるのも悪くない。私の場合、バスを待つベンチで少女が眩しい西日を浴びていた。その鼻筋が滑らかな磁器のように輝いていたこと。空が群青に沈む頃、買い物帰りの母親が傍らの我が子を諭す。紳士はポケットに手を突っ込まない。口を尖らせた少年がそれでも姿勢を正したこと。コンサートを楽しみ家路に着こうと思ったら外は周囲、駅の明かりは間近に見える。ためらっていると見知らぬ人が傘を差し掛けてくれたこと。やっぱりショパンはいいですね、その人がつぶやき、いいですねと私が口にしただけの束の間の相合い傘だった。そういえばマヨルカ島で作曲家を駆り立てたのも激しい雨だったそうだ。
お相手は久保田仁でした。